What's up YouTube? Hello! 今日のビデオはですね、もうすぐ10月も終わりということで、まあこれを撮ってるのが10月の終わり頃なんですけれども、まあ久しぶりに10月に私がちょっと使って気に入って、好きになったもの、10月のお気に入りっていうのを紹介していこうと思います。まあそんなにたくさんないんですけど、とりあえずね、どれから紹介していこうかな。まず一番最初に紹介したいのが、これですね。これ。スクラブダディって言って、フォーカスするかな。これね、スポンジなんですよ。スポンジ。で、ウォルマートとかで売ってて、こういうのね。ウォルマートとかで普通に売ってて、1個3ドル50セント、3ドルちょっとで売ってます。で、これの何がすごいかっていうのをちょっとこれから説明をしたいですけれども、これね、こういう感じの何の変哲もないスポンジなんですよ。なんですけど、これね、冷たい状態っていうか、冷たいお水をかけるとすっごい硬いんですよ。硬いんで、こう、ゴシ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 ってこうするのに、お鍋の汚れとかがすっごいよく取れるんですけど、別にインフォマーシャルとか回し物じゃないんですよ。なんですけど、お湯かけたらすっごい柔らかくなって、なんかすごいまた洗いやすいんですよ。で、泡立ちがすごくいい。洗剤をちょっとだけつけて、泡立ちがすごくいいんですよね。で、わかるかな？これね。でね、これね、素材的に、こう穴がすごくいっぱい開いてて泡立ちやすいし、それにお湯切れとか水切れがすごくいいんですよね。だからこうギュッとこう使った後にギュッと絞って置いといたらすぐ乾くんですよね。なんかね、他のスポンジ、今までのスポンジって使った後もなんとなく中の方にお水が残ってるような気がしませんか？なんですけど、これね、乾くのがすごく早いんで清潔ですし、あとね、これ食洗機に入れられるんですよ。ディッシュウォッシャーセーフなんですけど、出るかな？これね、食洗機に、なんか汚れてきたなと思ったら食洗機に入れられるんですけれども、使って、なんかこう、ちょっと汚れたものとかを洗って、で、お湯につけて、こう、ギュッと絞ったら、汚れがすぐ落ちるんですよ。だから、汚いスポンジが、汚いままじゃなくて、お湯につけてギュッと絞ったらすぐ綺麗になるっていう。なんか、参考になるビデオとかが多分あると思うんで、こう、下のリンクにちょっと貼っとこうと思うんですけれども、このスポンジ3ドル50セントなんですけど、買ってすごい良かったです。でね、何が楽しいってなんかね、こう、何だっけ、コップとか洗うのに、ここにこうやって、手を入れて、こうやってギュギュギュって洗ったりもできますよ、みたいなコマーシャルがあったんですけど、あとここにですね、ここに、こう、スプーンとか洗うときにここにグッと入れて、おえ、おえ、おえって感じでこう洗えるんですよ。こういう感じで。なんですけど。まあ、もう多分、使ってはる人は特に使ってはると思うんですけど、これね、今年の9月ぐらいから日本でも発売になったらしいんですよ。なんで、スクラブダディっていうスポンジですね。スポンジがちょっと10月のおすすめというかお気に入りでございます。これなんかね、たまたま人様のブログで拝見して、一回買ってみようかということで買ってみたんですけど、使ってみたらすごく良かったんでおすすめします。でですね、まあ、ただちょっと大きさ的にこれぐらいの大きさがあるので、あと最初使い始めが硬いんで、なんやろ、こう、日本人の女性が最初慣れるまではちょっと大きさ的に使いづらいかなとは思うんですけど、なんかね、こうギザギザしてるんで、掴みやすいといえば掴みやすいですね。あとね、これ顔がスマイルフェイスっつうの、スマイリーフェイスっつうの。なんかめっちゃ笑ってるのが、私すごい個人的にはツボっていうか嬉しくって、キッチンに行って、これの顔を見るとちょっと嬉しい、なんとなくみたいな感じになるんで、別に回し物とかお金もらってるとかは全然ないんですけれども。スクラブダディおすすめです。はい。でですね、二つ目は、今ちょっと手元にないんですけれども、私、日本に帰った時に、姫路によって、で姫路でね、丹波の黒豆茶っていうのを買ったんですよ。正確には、一緒に、おかんと一緒に行ったんで、母親と一緒に甘味処によって、で、わらび餅を買って食べたんですよね。で、わらび餅食べたら、それに、一緒に出てきた黒豆茶がすっごい美味しくって、わあ、これ美味しいわって言ってお店で売ってたんで、まあ、買って帰ってきたんですよ。で、アメリカに持って帰ってきて、入れてみたらすっごいやっぱり美味しかったんで、なんか毎日ね、こう鉄瓶の大きいおやかんに沸かして、1.5 リットルとか作って、で、こんな大きい魔法瓶に入れて、こう、1日ちょび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 飲んで美味しくいただいております。なんで、まあ、2つ目の10月のお気に入りは、丹波の黒豆茶ですね。あとなんかね、この間、アジアの食
薬剤店に行った時に16茶のティーバッグを買ったんですよ。なんでほうじ茶と黒豆茶と16茶を順番に入れてちょっとずつ楽しんでます。でっていう話を夫にすると、なんか何が違うねんって言われるんですけど、まあ確かにどれも似たような味ではありますけれども、まあなんというか日本のお茶久しぶりに飲んだらやっぱ美味しいですね、というお話でございました。なんでも2つ目のお気に入りが丹波の黒豆茶なんですけど、三つ目のお気に入り、これがね実はまた飲み物なんですよ。ちょっと待ってね。私ね最近っていうかちょっと前まで何やろ、不妊治療をしてて、でその時にこうお酒をなるべく飲まないようにしてたんですよね。で結構長いこと飲んでなかったんですけど、もうそれもやめたし、あお酒好きなだけ飲んでいいやと思ってこの間ねワインを買ったんですよ。で久しぶりに飲んだらすごい美味しくて、そのワインが確かサングリアとかあったと思うんですけれども、あ、私結構甘いワインが好きかもしれないと思ってですね、思って前からちょっと気になってたワインを買ってみたんです。でね、そのワインがこれなんですけど、こういうやつですね。これねここにヘブライ語が書いてあるんで多分お察しの方もいらっしゃるかと思うんですけど、これはユダヤ系の方が使うワインですねなんですけれども、これねコーンシロップとかじゃなくって、ケンシュガー、きび砂糖を使ってブドウ、コンコルドグレープで作られてるらしいんですよ。で味は結構甘いです。甘いんですけど、なんやろ、私そんなに量飲まないんで、それこそご飯と一緒に小さいグラスに一杯とか、寝る前にほんのちょっこしだけ入れて一杯だけ飲むとかいうだけなんであれなんですけど、なんかデザートみたいな感じでそのまま飲めますね。なんか食事と一緒にいただくにはちょっと甘すぎるかもしれないんですけど、なんか久しぶりにワインを飲んだら結構美味しかったんで、多分ねこれアメリカとかヨーロッパやったら普通にどこでも売ってると思います。これはこの大きさで1.5リットル入ってるんですけど、8ドル800円ぐらいで買えました。なんでまあこれが今月のお気に入りナンバー3ですね。はい。で最後に今月のお気に入りナンバー4を紹介します。今月のお気に入りの4つ目はですね、実はこれです。夜間です。うちねずっと使ってる鉄瓶、すっごい重いやつ、南部鉄の鉄瓶があるんですけど、この間私実はケメックスを割ってしまいまして、で今までずっと毎日コーヒー入れるのに普通に鉄瓶でお湯沸かしてこうコーヒー入れてたんですけど、ケメックス買い直そうと思ってアマゾンで見てたら、たまたまこれこれ電気ケトルなんですけど、これが一緒におすすめで出てきてですね、で私最初は別に鉄瓶があるし夜間2ついらんよなと思ったんですよ。思ったんですけど、これ電気ケトルなんでこれ1リットル入るんですけど、なんかね5分ぐらいで1リットル沸いちゃうんですよね。で今まで結構毎朝夫がコーヒー入れてくれるんですけど、こう鉄瓶って沸くのにすっごい時間がかかるんですよね。その分美味しいという美味しいんですけど、なんか朝忙しい時間に起きてお湯沸かしてお湯いつ沸くかわからへんし、で沸いたら、これやったら電子ケトルなんで沸いたらすぐにこう電池っていうか電源ですね、電源がパチッと落ちて止まるからいいんですけど、なんか今までやったら鉄瓶でこう沸かしてるうちにこうシュン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 って沸いてて急いで止めたりとか、あとは逆にいつなったら沸くんやろみたいなのがちょっと、まあ、予測がつかないところがあったんですよね。なんですけれども久しぶりに電気ケトル、しかもねコーヒー用に買ったんで、コーヒーのこういう細い口になってるケトルを買ったらすっごい注ぎやすかったんですよ。なんか久しぶりにこういうの買って、昔はね月うさぎ印っていう野田ホーローですね、野田ホーローのこういうお夜間を持ってたんですけど、野田ホーローの夜間ね、あれ多分デザインだと思うんですけど、こうやって注いだら蓋がポコって落ちるんですよ。でそれがすごいストレスで手放してしまったんですけれども、まあ、これは本当にこうやってやっても全然落ちないし沸くの早いし、でここのこうなってるからこうコーヒー入れるのに注ぎやすいし、で買ってよかった、久しぶりに買ってよかったと思うアイテムでございました。まあそんな感じで私の10月のおすすめですね、お気に入り品はスポンジのスクラブダディと黒豆茶とワイン と、電気ケトルという感じでございました。皆さんは最近買ってよかったものとかお気に入りのものとかありますか？もしあったらコメント欄でぜひシェアしていってくださいませ。はい、じゃあ今回のビデオは以上になります。皆さんまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。